イヴァンバッソ、イヴァンバッソ、イヴァンバッソ、1977年11月26日イ、は、イタリア、ガルダラーテ出身の元自転車プロロードレースの選手。1995年ジュニア世界選手権、自転車競技大会、ロードレースで2位に入ったのが、初のメジャー大会でのリザルトであった。1996年には、イタリアナショナルチームのメンバーとして来日し、 ツアーをジャパンに参戦している。その後1998年プロに転校しさらに U-23 の世界選手権で優勝を遂げている。ファッサ・ボルトロに移籍をした2001年にはジロでイタリアで初めてステージ優勝を終え、ツールド・フランスにも初出場を果たす。そして2002年にはツールド・フランスで総合11位に輝き、新人賞であるマイオブランの白ジャージを獲得する。 元来はタイムトライアルが苦手な選手であったが、ビャルヌリースと指定関係になりそれを克服したことが大きな飛躍につながっていく。チーム CSC に移籍した2004年のツールド、フランスでは総合3位を獲得し、一役打倒ランス・アームストロングの一番手へと踊り出る。2005年には強さを見せつけジロでイタリアで総合優勝のチャンスがありながら途中体調を崩し、 そのチャンスを逃している。ただし、危うく、タイムオーバーになるほどに体調を崩しても危険せず、その後のステージでは、活躍を見せた。同年のツールドフランスでは、ランスに、ついに勝つことができなかったが、総合2位に入った。2006年のジロでイタリアでは、イエンス・ホイクトやカルロス・サストレラ有力なアシスト陣を従えたバッソは、圧倒的な強さを見せつけて、 総合優勝を飾り、ランス・アームストロング引退後のグランツールの世界は、彼を中心に回っていくのではないかと予感させた。特に終盤の山岳ステージにおいて、過去2回のジロ優勝経験を持つベテランのジルベと、シモーニを置き去りにしたシーンは、名刺交代を強烈に印象付けるものとなった。2006年ツールドフランスの前日の6月30日、プロツール界を追ったドーピング問題。 オペラシオンプエルトの煽りを受け、それ以後のレース出場中止を余儀なくされた。これについては関与への証拠が不十分として、イタリアオリンピック委員会が審議を打ち切ったことにより、レース出場が可能となったが、現所属チームであるチーム CSC との契約は、打ち切りとな、数チームと契約交渉を行ってきた。そして2006年11月8日に、 ディスカバリープロサイクリングチームと契約を交わしたと発表12月3日からオースティンで行われるチームトレーニングキャンプにバッソが参加すると報じた。しかし2007年4月30日ディスカバリープロサイクリングチームから離脱という結果に終わる。バッソへのドーピング疑惑のためにチームが来年度のスポンサー問題を抱えたことがチーム離脱の要因とされている。 2007年5月7日、バッソは以前から囁かれていたドーピングへの組織的な関与を全面的に認め、イタリアオリンピック委員会の調査へ協力することを表明した。ただし、この時の本人の弁によれば、2006年のツールド、フランスに向けて血液ドーピングの準備を進めていたが、それ以前に出場したレースでは総合優勝した、同年のジロでイタリアも含むドーピングは、 一切行っていないとしており、現在でも2006年ジロでイタリア総合優勝などの以前のタイトルの剥奪は行われていない。また、この告白により、バッソは1年9ヶ月間の公式レースへの出場禁止を UCI より言い渡された。2008年4月、バッソはリクイガスとの契約を発表。10月24日の出場停止期間明けの 初戦として10月26日に開催されたジャパンカップに出場3位に入賞した。2009年にはキレのアドリアティコに出場し、山岳ステージの第6ステージで構想して総合を5位に入っている。続くジロでイタリアは山岳ステージでデニス・メンショフとダニーロ・ディニカに遅れを取る場面が目立ち、結局総合を5位に終わった。 続くツールドフランスには出場せず、ウエルダー・エスパーニャに照準を合わせリクイグスの AS として出場。初日の ITT でこそ上位に立つが、その後2回の苦手な ITT が伸び悩み、最終日目前に表彰台が手から滑り落ちように。ジャパンカップもメイン集団を引きながらも逃げ集団を捉えられず、無感に終わる。しかし、バッソ自身は2009年はトレーニングの年と位置づけており、 来年こそ、グランツールでの総合優勝を狙いに行くとポジティブな発言をしていた。2010年のジロでイタリアンには、ヴィンチェンツオニバリを従えたエースとして出場。第11ステージで発生した、前代未聞の集団逃げ切りにより、総合順位を大きく落とすことになったが、シルベスタ・シュミットとニバリを中心としたリクインマスドイモの強力なアシストを受けて、 三学ステージで着実に時間差を詰め、第15ステージのモンテゾンコラン頂上ゴールを圧勝。第19ステージのモルティローロ峠でダビアローヨから、総合主を奪い、4年ぶり2度目の総合優勝を手に、した。2015年、出場していたツールドフランスの最初の休息日であった7月13日、清掃癌の診断を受けたため、治療のためレースを去ることが発表された。 その後、2015年限りでの引退を表明した。バッソは、ランス・アームストロングとは、個人的にも、非常に親密な関係にある。2003年、バッソの母がガンで倒れた時以来、ランスは真剣に、バッソの相談に乗り、母親が亡くなるまでの9ヶ月間バッソをサポート、し続けたという。バッソの母が亡くなって3日後のレース、エクサンプロバンスで、 バッソが優勝した時も一番早く電話をかけたのは、ランスであった。2004年のツールド・フランスの第十二ステージで彼らは直接の一気打ちとなったが、辛そうなバッソ、余裕を見せる、ランス、勝敗の行方は、ランスかと思われたが、しかしこのステージで、区間優勝を獲得したのはバッソであった。この時ランスはインタビューで、今日は勝てなくて嬉しかったと発言していることから、 闘病中のバッソの母に、バッソのツールド・フランスでの勝利を捧げたのかもしれない。その翌日の第13ステージでも最後は二人の一気打ちとなったが、この時は、ランスが勝利している。このステージ中、バッソが所属するチームの監督ビャルヌリースが、バッソは、ランスに勝ちを譲るつもりだろうといった意味の発言する様子が、ドキュメンタリー映画、オーバーカミング・ツールド・フランス激闘の真実に、 収められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。